ベルビジンの藤原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お問い合わせの方はベルビジンウェブストアの方に、お願いします。これからご紹介する商品は8月の26日夜の21時にアップされる商品になります。よろしくお願いします。詳しくは下の概要欄の方に貼っておりますので、そちらの方をチェックしてみてください。それでは、はい、まずはね、無地のポケティです。はい、ディッキーズ、はい、エクストララージの USA 製ですね。はい、コーンボディで、はい、ほんとね、ワンウォッシュぐらいです。ほぼね、デッドストックと言っていいぐらいの程度です。はい、まあ、ちょっと肉厚で、はい、まあ、ディッキーズ好きな方とかね、おすすめです。はい、いわゆるポケティですね。はい、こちら5800円に消費税ですね。続いて、はい、フルーツオブザルームの表記はちょっとね見えないですが、おそらく XL じゃないかなと。はい、赤ボディ、こちらまあデッドだったのは多分ワンウォッシュしてるぐらいですね。ちょっとこういった日焼け、はい、日焼けした感じですね。 XL なんで、これね一回乾燥機入れるともっと詰まると思います。はい、赤ボディ、まあこれもね、こう焼けもね、雰囲気いいと思います。はい、こちらで、6800円に消費税ですね。 6% です。はい、続いてこちらが、はい、ベルバシン、サイズがエクストララージですね、下。はい、こちらね、おそらく水色ボディかな。はい、ちょっとステッチがね、青く残っております。はい、まあパッと見白に見えるんですが、はい、しかもこれ染み込み、はい、非常にいいですね。ちょっとね XL 横幅はあります。はい、ちょっとね今っぽく着れると思います。ちょっとダボっと、はい、紺の染み込み3段、はい、もう肉厚でね非常にいいと思います。はい、こちら7800円に消費税ですね。はい、はい、ちょっと変わった T シャツで、こちらボディね古いと思います。これ多分ね、ユニバーサルスタジオと書いてるので、何かあのバーコードを、当時貼ったんじゃないかなと思います。こちらね、素材がナイロンボディ、はい、古いのだとね多分この下にタグがついてたりするんですが、一応タグはね取れてしまってます。はい、ナイロンで黄色のひび割れラバー、はい、おそらくねラージサイズぐらいです。ちょっとナイロンの T シャツなんでね、はい、でもこのね、雰囲気、はい、非常にいいと思います。はい、うん、29度、雰囲気ですね。はい、こちら7800円に消費税ですね。はい、続いてナイキです。はい、ナインティーズの、XL ボディです。白で、一応ラバーのプリントなんですが、Just Do It。はい、もう定番ですよね、この文字は。袖に染み込みのナイキマークですね。はい、XL なんでちょっとゆったりしますが、はい、ナイキ T シャツ、ちょっといいと思うね。はい、状態はいいと思います。はい、こちら6800円に消費税ですね。はい、続いて、キンラッセル、はい、XL ボディです。 100% コットン、はい、おそらくネイビーがね少し色あせてまして、はい、こちらラバーのプリントスペンステイト、はい、これライオン可愛いですね、アメフラ、あのフットボールの、はい、全体的に色あせてます。はい、もう雰囲気いいと思います。 XL 僕はちょうどいいサイズですね。はい、こちらラッセルですね。はい、こちらで、5800円に消費税ですね。はい、続いてフルーツオブザルームの XL ボディ 100% コットン、はい、こちら白にこういった、はい、点々というのと、一応これラバーの、はい、これまたこれめちゃめちゃひび割れるんですが、はい、ドクロですね。はい、結構インパクトあります。 XL はねちょっとゆったりめですが、はい、こういったデザインですね。はい、後ろも、はい、スカルがドンとワンポイントですね。こちら6800円に消費税ですね。はい、
はい、こちら大好評オニータボディの XL ですね。はい、グレーの霜降り、はい、こちらデッドです。乾燥機入れてもらったらね少し縮むので、はい、この霜降りのね雰囲気です。オニータね結構形いいのですごく今っぽく着れるんじゃないでしょうか。はい、こちらで5800円に消費税ですね。はい、こちらこれがスペシャル T シャツですね。はい、こちらオニータボディ、はい、ラージサイズ、はい、有名ですね。時計仕掛けのオレンジ、プリントもめちゃめちゃかっこいいですね。ラージボディ僕がちょうどいいサイズです。オニータボディね、これ形すごいいいので、はい、後ろは無地です。非常に状態いいです。はい、時計仕掛けのオレンジでこちら39800円に消費税ですね。サンキュッパ。続いてスペシャルティー、まあ映画ですけれども、はい、シャイニング80年のね映画なんですが、ボディは一応こちらヘインズボディ M サイズです。はい、黒ボディですね。はい、少し色あせてますが、はい、若干ね僕は M サイズちょっとちっちゃいです。はい、でもこのシャイニング有名ですね。このプリントも、はい、最高にかっこいいです。こちら49,800 円に消費税ですね。4キュッパです。はい、続いてこちらもスペシャルですね。はい、こちらちょっとタグがねギリギリ取れそうなんですが、こちら開くと XL スクリーンスターズですね。はい、 XL ボディ白でちょっとねあの全体的にこう薄くなって色褪せしてます。はい、ちょっとね小穴とかもありますが、ちょっとこの白い T シャツをね逆にこうやってちょっとスケスケで着るのもかっこいいと思います。はい、タクシードライバー、はい、もう超有名ですね。このモヒカンのこのねロバート・デ・デ・ニーロめちゃくちゃかっこいいですね。はい、当時リアルモンです。こちら 59,800 円に消費ですね。5キュッパです。はい、これも飾っててもかっこいいですね。続いて半袖スウェットです。はい、ヴィンテージの半袖スウェット、こちらタグがね読みないんですが、多分ランタグチャンピオンのランタグだと思います。60年代ボディ黒です。ちょっとねダメージボロボロあります。おそらくラージサイズ、はい、僕はちょっとジャストサイズですかね。はい、全体的に色あせてます。はい、なんかねちょっときれいめなパンツに合わせても雰囲気いいんじゃないでしょうか。半袖スウェットでこちら6800円に消費税ですね。続いて半袖のポロシャツです。はい、ナインティーズのナイキ、はい、M サイズ、なんかねボーダーの、はい、こちらいわゆるポロシャツですね。刺繍のナイキマークあります。 M サイズ僕はちょっとちっちゃいんですが、はい、状態非常にいいですね。はい、裾もこう割れてるタイプです。もういわゆるポロシャツです。ナイキこちらで5800円に消費税ですね。はい、続いてこちらが、7、80年代でしょうかね。はい、こちら白のパイル、はい、パイルのポロシャツです。ボディミディアムサイズこちらも、はい、ただほとんどねデッドストック状態です。非常に綺麗です。はい、このねパイル素材っていうのもね非常にいいですね。かっこいいです。形非常にですね。ポケティで、はい、こちらも5800円に消費税ですね。はい、続いてレインスプーナー、はい、こちらがレインスプーナーの、ラージサイズ、はい、自分がいつも着てるサイズと同じです。はい、こちら前開きのタイプで、このねまたこうハワイのこの何ですかね、柄もいいですね。レインスプーナー、はい、こちら6800円に消費税ですね。はい、続いて、はい、ちょっとウールシャツですがペンドルトン、はい、こちらミディアムサイズ、ちょっとこちらタグが若干上が取れてるぐらいですね。はい、赤黒のチェックになります。はい、ミディアムサイズちょっと僕はねちっちゃいんですが、はい、ペンドルトンのねやっぱ赤は綺麗ですね。はい、チェックも非常に綺麗です。状態もいいですね。
はい、ペンドルトンこちらで6800円に消費税ですね、はい、続いてこちらが、クラウンスポーツマンというね、はい、サイズがミディアムサイズです、はい、こちらね、こちらウールなんですが、はい、黒青です。このチェックね、非常にかっこいいですね。ちょっとね、ウール自体もまあユーズドですがね、これもね、あの状態いいと思います。はい、やっぱこの色目がね、非常に綺麗ですね。はい、もうこのちょっと暗い感じが雰囲気いいです。はい、こちらも6800円に消費税ですね。はい、続いてヴィンテージスウェットです。タウンクラフトのラージ 100% コットンですね。はい、こちらもね、ちょっとね、あの焼けてる感じが、はい、ラージサイズ、ちょっと僕がジャストサイズですね、はい、全体的に日焼け焼けてます、はい、これもね、雰囲気いいと思います。まあね、作ろうにもなかなか作れないっていうのもありますので、はい、こちらヴィンテージスウェット無地です。7800円に消費税ですね。続いてリバースイーブトリコですね。トリコのラージ、はい、グレーボディで、こちらひび割れプリントですね。はい、なんかシルバーのねプリントって珍しいですね、はい、ラージサイズ、僕がねジャストサイズです、はい、状態もね、これも綺麗ですね、グレー、はい、まあ、うちもね、あの状態いいのしかあまり買ってきてないです、はい、こちらで、はい、7800円に消費税ですね、はい、はい、こちらは、刺繍のエクストララージ、グレーボディの、まあ、ペン、はい、デンタル、うん、まあ、2段プリントね、いいと思います。グレーボディ XL ちょっと言ったりしますが、はい、こちらも状態いいですね、はい、ペンデンタル、まあ、この上がねこう囲っててちょっとこう文字が大きさが違うのもあの見栄えがいいと思います、はい、こちらも、7800円に消費税ですね。はい、続いてベストです、はい、こちら US ネイビー、いわゆるあのデッキ上でね、こう旗を振る人のベストですね、はい、青黄色ちょっと目立ちます、はい、肩もこのシルバーとかでねインパクトあって、こちら89年のデッドストックですね、はい、サイズがね一応スモールサイズ、まあ、スモールサイズ僕がね多分ジャストサイズですね、はい、デッドストックで後ろにもデザイン形が非常にいいですね、はい、あと派手ですけれども結構インパクトがあっていいと思います、はい、こちらデッドストックで12800円に消費税ですね。1ニッパ、はい、続いて、はい、もう定番ですがブラック357、はい、ブラック357のミディアムショートですね、はい、これはね大人気のサイズです。ミディアムショートは僕がちょうどですね、着丈もね少し短くてバランスいいです。はい、もう黒なんで何にでも合いますし、はい、デッドストック、はい、ミディアムショートこちらで15800円に消費ですね。1ゴッポです。はい、続いて、エクワックスゴアテックスのカモですね、はい、サイズがミディアムレギュラー、はい、ミディアムショートとかミディアムレギュラーが、ね、僕のサイズです。僕が着てちょうどいいサイズですね、はい、もうこの鉄板です。迷彩のゴアテックス、はい、状態もいいですね、はい、こちら12800円に消費税ですね、はい、はい、続いて、M65 のスモールサイズです、はい、フードとかね、インナーはこちらついてないです。はい、まあ秋口にね、あの普通に羽織るには一番いいかなと。少しねユーズドですが、はい、後ろもね65のフィッシュテール、はい、まあ、どっかで、ね、インナー見つけたら取り付けてもいいですし、はい、S サイズやっぱなかなか最近まだ出なくなりましたね、はい、逆にこのぐらいの少し色あの焦ってる感じも雰囲気いいです、はい、こちら65フィッシュテールで S サイズ、こちら25800円に消費ですね。2ゴッポです。続いて、
はい、うちでもねもう鉄板になってきました。はい、こちらコーチバッグです。はい、こちらもね、ユーズドなんですが、はい、少しね手入れしてます。はい、コーチですね。形もねこれ非常にカチャッと、はい、まあ、使い勝手いいんじゃないでしょうか。はい、このサイズ感で使えます。はい、こちらも黒でユーズドですが、まだねあのコーチのバッグも少しこうオイルとか入れるとね綺麗になります。はい、またこのねユーズドも雰囲気いいと思いますが、はい、こちらで7800円に消費税ですね。はい、続いてこちらちょっとね小さめです。はい、でもこれもね使い勝手また良さそうですね。コーチ、はい、まあ女性用ですかね。はい、少しあのちっちゃく財布とか入れるのに、ね、ちょうどいいと思います。はい、こちらも黒のレザーで、7800円に消費税ですね。はい、スニーカー行きます。はい、この間はね2、3回、まあ、すごい綺麗なジャックパーセルを紹介させていただいたんですが、今回はねこれ90年代ですね、 90s、はい、90s のネイビーなんですが、少し雰囲気が出てしまってます。出てしまってるというと変なんですが、はい、ちょっとこのね前のところもひび割れもあるんですが、全然まだね割れる感じではないです。サイズがね表記がちょっと消えてるんですが、一応さっき測ったらサイズがね9ぐらいです。はい、まあ、いわゆる27センチぐらい。ちょっとね後ろのジャックパーセルのこのひげの部分はちょっと消えてます。はい、ソールの状態自体はねまだ全然問題ないと思うんですが、はい、こちらサイズ9で、ジャックパースネイビー 90s です。こちら 19,800 円に消費ですね。はい、ほぼ同じ状態です。はい、こちらも 90s ジャックパーセルのネイビー、後ろの、はい、こちらひげもちょっと消えちゃってますね。はい、多分同じ人が履いてたんじゃないですかね。はい、おそらく同じ場所で出てきたようなので、こちらも 19,800 円に消費ですね。こちらね紐なんかをね変えても雰囲気が変わると思います。はい、そして、僕もね好きなんですが、今日僕タッセル履いてます。はい、こちらオールデンです。はい、別注品だと思います。こちらインソールには、はい、別のブランドシュークラフトという、はい、こちら左側にオールデンのマークあります。カーフの、はい、ブラウンですね。サイズがですねちょっと大きめです。10.5。はい、まあ、足の大きい方、はい、お買い得だと思います。うちの方でですね軽くは、拭いてます。ソールもねユーズドなんですが、はい、まだまだ履ける程度ですね。はい、こちら10.5で、19,800 円に消費です。1キュッパです。オールデン1キュッパって安いと思うんですけどね。はい、続いてこちらですね。はい、ウィングチップの黒です。カーフ、こちら中にオールデンマークありますね。はい、こちらもユーズドですが、サイズがないんです。はい、うちの方で軽くは手入れしてるんですが、専門にね出すとまだまだ生き返ると思います。ソールもねまだまだ減ってないですね。状態いいと思います。はい、黒のオールデンウィングチップ、サイズ9です。こちらは 29,800 円に消費です。29%ですね。はい、続いて、はい、こちらリーバイス、70505ですね。ちょっとここのスタンプが読みづらくなってるんですが、70505のサイズが、40かな。はい、まだまだ濃いです。はい、濃い状態、僕が40がジャストサイズですね。はい、後ろもまだまだ状態です。はい、スモールイーです、こちら。はい、まだね濃いのでこれからいい色に縦落ち入ると思います。インディゴ使ってます。はい、こちら 15,800 円に消費税ですね。15%です。続いてこちらも70505、はい、スモールになります。
ただこちらね、裏地がブランケット付きです。はい、ブランケットでもね、少しこう色が入ってるので、若干年代的にはね、少し新しめです。ただね、これもね、でもインディゴ使ってますし、はい、何がいいかというのはこちらサイズがですね、48です。サイズね、あの44とか46も少ないんですが、48さらに少ないですね。はい、かなりでかいです。しかもノンウォッシュだと思います。はい、水はね通ってない状態、まあ、デッドストックではなくてね、少しね着てる感じがあります、正直。はい、ノンウォッシュの48。はい、ちょっとね、僕も着たらいい感じですねこれ。はい、逆にこのぐらいでね、ブランケット付きなんでね、まあ秋から冬に向けて、はい、おすすめです。こちら7050のスモールイブランケット付き、サイズ48です。29,800円に商品ですね。29%ですね。はい、続いて501の USA 製ですね。はい、こちらは3432。はい、まあ、全体的に色が落ちてます。こちら実寸がですね3328。はい、多分当時ね、裾を上げて、まあ履いてたんだと思います。色落ちもね、もう当たりも綺麗に出てます。はい、でも裾はねちゃんと当たり出てるので、このまま履き込んでますし、はい、ボディの状態非常にいいです。こちら7800円に消費税ですね。続いてこちら USA 製の505ブラックですね。はい、サイズが3332表記。はい、実寸がですね3229です。こちらね、裾をちょっとね切ってます。でちょっとこうボロボロボロっと、まあ要は切りっぱなしですね。はい、僕もね何本か持ってます。3329なんでね、これ僕この切りっぱなしで、逆にこうやってローファーで履いてもね、まあなんかありだと思います。はい、まあ黒と黒だと相性いいですね。505のシルエットだったらね、ちょっと細いので、逆にこう切りっぱなしで履いてもね、ブラックかっこいいと思います。はい、USA 製、はい、こちら3229で7800円に消費税ですね。 7% です。はい、1本、はい、こちらリーバイスの519コーデュロイです。ネイビー、ちょっとね、しかもね、こういい色のネイビーです。濃いめで、これね僕もね、何本か持ってるんですが、このまま履き込んでいくとね、ちょっとひげが出たり、色の雰囲気がこうデニムっぽく変化してきます。ちょっとね、裾を、当時の人はねそのままこう折ってあげてます。はい、ちょっと 長かったんでしょうね。まあもちろん、カットしてもいいですし、今の実寸で、3331。はい、レングスかなり長いですね。もしあれでしたら自分の丈に裾を上げてほしいです。はい、こちら519コーディロイで6800円に消費税ですね。はい、 6% です。はい、続いてリバースウェイのパンツです。はい、こちらね、トリコのラージ。はい、ここにね、うっすらステンシルあります。で裾なんですが、片方こちらはゴムがあるんですが、こちらね、ちょっとゴムが取れてしまってます。まあもしあればこっちのゴム外しちゃえばね、ストンと落ちるので、はい、あと膝にちょこっとだけ、はい、ちっちゃいダメージがあります。ただ後ろもね、ステンシル入ってますこちら。はい、いいですね。サイズラージサイズ、僕がちょうどいいサイズです。はい、こちらリバースのパンツで6800円に消費税ですね。 6% です。はい、続いて鉄板のベーカーですね。はい、これで状態いいですね。はい、表記が3033。はい、何度かねこのサイズ紹介させていただいてますが、まあ、女性が買っていただいてるのかなというのも。はい、こちらジッパータイプ、うん、まあ、ジッパー楽ですね。はい、実寸、こちら2931。はい、ちょっとね太めだと思うんで、シルエットは、はい、男性でも、まあ、女性がね、ちょっとゆったりめの履いても可愛いと思います。状態非常にいいですね。こちら7800円に消費税ですね。はい、続いて、はい、もう何度かこちらも、はい、チョコチップのデッドストックです。はい、チョコチップカモ、サイズがスモールショート。
はい、僕がジャストサイズです、はい、チョコチップデッドでこちら7800円に消費税ですね、はい、続いてこちらちょっと変わったパンツですね、スラックスなんですが、はい、こちらリーバイス、はい、こちらこうやって紙のねフラッシャーがついてます、デッドストックになります、ウエスト表記は29、はい、ちょっとレングスの方は表記ないので、まあ、こういったスラックスタイプですね、ダブルで上がってます、はい、こちら、まあ、ウエスタンのパンツなんですが、はい、ショートホーンですね、内側にもうパキパキです、はい、デッドストックでこちら29なので、まあ、ジーンズでいうとね30ぐらいは履かれてるから方はいけると思います、はい、非常に大人っぽいですね、このウエスタン調の後ろ、はい、ひし形のスナップ、はい、でベルトループもねこうやってちょっとウエスタン調で太めのちょっとうっすらストライプのスラックスです、はい、ブラウンのショートホーン、リーバイスショートホーン、はい、スラックスでこちら29,800 円に消費です、2キュップです、はい、さあ続いて最後の締めは501ダブル X 片面ですね、はい、片面タブ、こちらレザーパッチ周りに残ってます、ベルトループがセンターの極太、はい、そして赤タブちょっとねあの削れてますが片面です、はい、しかもこちら、はい、オールイエローステッチ、ステッチ全てオールイエロー、そして水ですよ、リベットの文字はもちろん小文字です、はい、いわゆる47モデル、はい、一つだけね残念なのが裾をね、上げられてしまってます、はい、チェーンステッチでね裾ちょっとカットされてます、ただね色結構いいですね、はい、色落ち最高です、はい、後ろも蜂の巣も薄ら出てます、はい、こちら実寸が31ニッパチです、パッチ容器ウエストがね多分32、まあ、レングスはねちょっと長かったのかもしれませんが今カットされて一応ちゃんとチェーンステッチで上がって当たりも出てます、はい、レングス、ね、あの2パチなので逆にねちょっとこう短めで合わせるというのもいいと思います、片面47モデルオールイエローステッチですね、はい、こちら、実寸31ニッパチ228,000に消費です、2ニッパですね、はい、うん、お手頃じゃないでしょうか、はい、いいですね、はい、今日本日の紹介は以上になります、ベルベジンの方で、買取委託販売を行っております、秋口10月にですね、また大きいイベントを考えております、そこにですねできたらデバイスのファースト、セカンド、サード G ジャンをですね、特にちょっと集めております、お問い合わせいただければ私の方が対応いたしますので、よろしくお願いします。